蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや、先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ、行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんて。もう先生、何で言うたら信じてくれはるんですか。 No, something bad's gonna happen. でも蒼天堀って言ったら、あの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあ、ましてやこの手の店なんてもう。あ、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって、ほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。こんばんは。失礼します。失礼します。いや、ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何から、ちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店を、あっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろ。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんの。Oh my god. こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。The man on the side is flabbergasted. Name the myth, the legend. お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。ええ、せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え？あれが例の？この店はヤクザが仕切っとんのかい？お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら、力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。Wow.
どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。てお客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし私からは一切手出しはいたしません。何しろお客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすか。なめおって。ショータイム。You hit your head on the street. Oh, okay. 後ろでございます。Wow. なんなんやお前は。くそ。お。Oh no. この。あ、危ない。なめんなよ。危険ですので、こちらはお預かりいたします。いいぞ。 Thank you. Thank you, everybody. ありがとうございます、支配人。なぜこの野郎、警察に突き出してやる。さばきろ、いい君。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り、店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に。はい、夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。That's pretty good though. 蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。
We are running circles around this guy. He is so fucking confused. わかった。皆さんがそれで言ってくれるんなら、この場のお題、全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様、いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。 No. では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい、キャバレーグランドの支配人、真島五郎。蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。That's bad for you. What you got there? Okay. This is panning out to be a horror movie in a second. This has a door, this one. Okay. I doubt you'll be around here long enough to make those enemies, but damn.Nailed it. Oh? あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。Mr. Eye Patch Manager. 酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。It's a terrible feeling being that customer service person that has to go get the manager and then bring them back somewhere.And the customer looks at you like you just ratted, but that's your job. 何しに来たんや、サガハン。そう邪険にすんなよ、マジマジ。Oh, we know each other. Okay. ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。今日はずいぶんおしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあ、この現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。My punishment? For what?楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。そろそろ本題に入ってくれまへんか。俺はいつになったら極道に戻れるんや、オーナー。何度目だろうな、そのセリフ。どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。
俺には分からないよ。今月の流言、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあ、そんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口利いてるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうがないやろうがなんぼでも稼いだろ。 He's just gonna keep running the bill up. I don't believe him. 俺は何でもやってるわ。ほう、何でも。 You should have said that. それが殺しでも。 Ah, fuck no. どうした極道に戻れるとしたら、お前は人殺せるの？冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ、支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。まっ、即戦力が欲しくてさ。ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方はよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。Yeah, me too. 最近よそでイケ取るホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたら、そうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あ、てれな。あの支配人。This seems like a dangerous spot. You're gonna fall over into the canal. Choking, God. Woohoo! Oh wow.Who are you? Bob? What do you have for me, Bob? I took a fun pack. What?In fact, the manager is right behind us, staring over our shoulder. Oh, okay. Yeah, the eye patch. Definitely a giveaway, but... That looks so awkward.What the fuck?
still there. Hi. ようこそオデッセイ。楽しまれてますか？これはこれは山形藩。オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当ては望みやな。What the fuck? さすがはうちとタメハル店の試合に。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察。それがあんたのやり方か。そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私をまだある。実は今オデッセイは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか。根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本、場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。オデッセイのナンバーワンは望みやけど、その望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃った。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか。それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや。まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵庫をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか。敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。交渉成立ってことでええな。ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなのはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。覚悟はええな。好きにせえや。What the fuck? Okay. I just watching from this corner. Yeah. Oh my God.She's called the doll girl. I don't want to mess with her. That was so easy, guys.ただその後どうなるかは保証せんぞ。
お客様は神様やからな。Oh my god, that is creepy as hell. What the fuck? Ah! Why is there so many people watching me? Stop! When did this turn into a horror game?I would never open my window again. この街は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。